こんにちは。どうしました？おや、有望そうな新人ですね。まさに私が求めていた種類の人です。メンバー数が許容基準を下回っているため、私自身の権限によって私がパイオニアスカウトを歓迎する役に任命されました。あなたは今アメリカで最も愛国的で常に準備を怠らない若い男女、最近はあまり若くないですが、に仲間入りしました。あなたはオタマジャクシランクに配属されました。これがパイオニアスカウトの公式の制服です。汚さないようにして誇りを持ってきてください。さーて、では始めてください。オタマジャクシさん、評価バッジの獲得に励むのです。勤勉さと決意があれば、すぐにあなたもポッサムになれるでしょう。こんにちは。どうしました？おや、有望そうな新人ですね。まさに私が求めていた種類の人です。メンバー数が許容基準を下回っているため、私自身の権限によって私がパイオニアスカウトを歓迎する役に任命されました。あなたは今アメリカで最も愛国的で常に準備を怠らない若い男女、最近はあまり若くないですが、に仲間入りしました。あなたはオタマジャクシランクに配属されました。これがパイオニアスカウトの公式の制服です。汚さないようにして誇りを持ってきてください。さあ、って、では始めてください。オタマジャクシさん、評価バッジの獲得に励むのです。勤勉さと決意があれば、すぐにあなたもオッサムになれるでしょう。最後に自分の体を徹底的に調べて、何が勝手に旅の相棒になっていないか確かめてください。ナメクジとカタツムリの唯一の違いが何だか分かりますか？もちろん殻ですよ。アメリカマムシと横島ガラガラヘビという2種類のノコヘビの生息地です。どちらも絶対に近寄らないでください。お会いできて嬉しいです。特別な友人になれるといいですね。あなたは新しいオタマジャクシです。新しいパイオニアスカウトに会うと嬉しいです。私は自然が大好きです。あなたもでしょ。パイオニアスカウトは自然の全てが好きです。臭いスカンクや醜いオポッサムでさえも。オポッサムって言えますか？よろしい。パイオニアスカウトの少年少女は有毒な変異性廃棄物が大嫌いです。有毒な変異性廃棄物って言えますか？あれは実に不快なものです。パイオニアスカウトはかつてゴミ拾いをしてバッジを獲得しました。今ではまるで無駄なことです。無駄って言えますか？言えますよね。厄介で有毒な変異性廃棄物を片付けて順調に格納バレルに入れることができたならバッジがもらえますよ。格納バレルって言えますか？言えますよね。それではバッジを手に入れてきてください。変異性廃棄物は疑似的な遺伝子組み換えを引き起こしたり死に至ることもあります。
ようこそキャンパーたち、陸上ランニング試験の時間だ。イエーイ。ルールはこうだ。正しい順番で各チェックポイントへ走り、時間内にゴールしろ。そう、これには時間制限がある。人生というものが必然的な死との競争であるのと同じように、このレースは時間との戦いだ。イエーイ。準備はいいか。よし、位置についてよーいドン。おいおい、失敗じゃないか。お前の失敗は俺の失敗で、失敗はママも大嫌いだ。もう一度やってみろ。いいね。また来たのか。いいぞ。恥なんてものはこの先に待ち受ける無限の暗闇に比べたらなんてことはない。さあ、もう一度挑戦してみよう。忘れるんじゃないぞ。正しい順番で各チェックポイントへ走り、時間切れになる前にゴールするんだ。ベストを尽くせ。位置についてよーいドン。足を動かす準備はできてるか？俺はできてるぞ、生まれつきな。さあ行くぞ。イエーイ。ルールはこうだ。正しい順番で各チェックポイントへ走り、時間内にゴールしろ。行くぞ。位置についてよーいドンドンドン。
入の時間だ。次のコースに向かえ。途中で足をつるなよ。体力が必要だからな。時間切れになる前にゴールする。お前ならできる。信じてるぞ。位置について、よーい、ドン。
習の中でも特に重要なレッスンを始めるぞ。クロスボウで標的を仕留める方法だ。共産主義者どもを殺すには急所を射抜かねばならん。だから命中以外は認めんぞ。時間内にノルマをクリアしろ。それから距離はしっかり保つようにしろ。逃げ回って尻に矢を食らいたくなかったらな。よし、始めるぞ。未来へ向かって。また挑戦するのか。よろしい。共産主義者が押し寄せてきたらその根性が必要だ。タイマーの準備はできてるぞ。標的を撃て。
向かって、それがパイオニアスカウトの進む道です。 Oh, hello there. You're just the tadpole I was looking for. I have wonderful news. あなたは新米オタマジャクシとして十二分に能力を発揮しました。その頑張りが評価され、報酬をもらうことができます。誇り高きパイオニアスカウトのモットー、未来へ向かっての精神のもとに、あなたにポッサムランクを授与できることを嬉しく思います。あなたが取り組む課題はより大きくなり、私があなたに寄せる期待も増すでしょう。しかし、あなたには成功するための勇気と根気があることを私は知っています。さて、次の評価バッジに取り組む時が来ました。さあ、行ってください。アメリカ合衆国に誇りを感じさせるのです。ウェストバージニアは様々な種類のスズメが生息しています。ヒメドリ、ヒバリヒメドリ、オジロヒメドリ、ゴマフスズメなど他にもたくさんいます。